メトロマニラにおきまして感染者が増加傾向にあると。セブではデング熱がなまら流行っておるようですね。セブパシフィックがセブからの国際線の再開を決定しましたよ。あっぱれおそば、おそばあっぱれ。ジェジェジェ。アイナコエドワーです。いやー、今日もね、曇っちょりますね。さっきからね、雷がゴロ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 となっちょり、あ、今もなっちょりますね。皆さん、フィリピンしてますか？まあ、この雷ですから、この後は確実に降るでしょうね。まあ、こういう天気？いやじゃないね。さて、今何度かなと。32.8 度。雨前でも暑かですね。ほいで、湿度が 61% ですね。なまら高いと。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコムリナショーの YouTube チャンネルからになります。今日のエドニュース。さて皆さん、COVID-19 でヤンスが現在 NCR におきまして、ちょっとね、増加傾向にあるようですね。これがどれほどかと申しますれば、先週と比較をして今週は 19% ほど上がっておるようですね。これが具体的な数で言いますとね、5月6から12までのね、1日の平均のニューケースの数っていうのが59人やったようなんですね。ほいで持ちまして、5月13から19にかけての1日のニューケースの平均の数というのが71人と、したっけ 19% ほど上がっておるようですね。してアタックレートはと申しますれば 0.42 から 0.50 に上がっておりますね。ほいでもちまして、リプロダクションナンバーの方はと申しますれば 0.72 から 0.90 に上がっちゅうと。ほいでもって病院の ICU の利用率はどうかと申しますれば 19% が 20% に上がっちょると。してこの結果がどれほどのレベルかというと、オクタリサーチのドクターデイビッドによりますれば、ローリスクやと。こんなんどす、したっけ、まあ、備えに心配をするレベルではおまへんとのことですね。ほいでもちまして、5月19日のフィリピン全体でのニューケースの数は195人と。ほいで亡くなった人がゼロ。ほんで、回復をした人というのが297人と。して現在のアクティブケースはと申しますれば、2139人のようですね。困難度数へと。さらには NCR の町別でのニューケースの数は困難度数。さらには、現在セントラルゾーンにおきましては、1日のニューケースの平均の数がこれバッコンバッコンと下がっていっておると、そういう寸法のようですね。これがどれほどまでに下がっておるのかと言いますれば、5月に入りまして初めの方は1日のニューケースの数は26人やったようなんですが、最近では10人にまで下がっておると。ほいでもちまして、セントラルゾンでは5月3日から5月9日までのニューケースの数は合計で136人やったようですね。ほんで5月10日から5月16日ならば、ニューケースの数の合計は126人と。順調も順調に下がっていっておると。ちなみにこのデータはセントラルゾンのものなんですね。してセントラルゾンと言いますれば、どこかわかりやすか？それがこちら。になるようでやんすね。
ほいでね、ザンバレスでヤンスケンドもね、昨日のザンバレス全体で出ましたニューケースの数は3人やったようですね。ほいでもってアクティブケースは現在は5人となったと。ほいでオロンガポシティでは過去3日間におきましてニューケースの数が0やったみたいですね。ほんでパンパンガでは5月15日にはアクティブケースの数がニャンと9人にまで下がっておったようですね。ほいでパンパンガといえば南ヤシャマにおかれましても青春の街というのがアンヘレスでごぜましょ。早く天使ちゃんとフィリピンしたかでごぜましょ。あの天使であふれかえちゅう街ドスケベストリート、そう我が青春はアンヘレスという人も少なくなかという噂を聞いちょりますよ。皆さん好きですね。本当に好きですね。してしてそのアンヘレスでございますれば、5月17日にアクティブケースの数5人という数字を叩き出しておったようですね。いやーこれはなまら少ながですね。ほいでその日に出しましたニューケースの数は3人やったようですね。したっけ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 。これは南シャマに置かれましても無視できなかバッテン荒川なニュースでやんですね。ここまでニューケースもね、アクティブケースも少なけりゃ心置きなく青春の1ページ、2ページ、3ページと綴っていきますわね、アンヘレスで。まあそういう寸法でございましょう。皆さん、ドスケベしてますか？ほいでね、セブーのありまするビサヤの話でございますれば、今年はダバオとか、まああっちの方でこうデンゲが流行っておると、まあ例年と比べてもドサンコ感染者を増やしておりますよと、まあそのようなニュースを紹介いたしましたわね。覚えておりますか？してしてビサヤにおきましてもこれモンゲーことデングの感染者を増やし中と、そういう了見のようですね。おいでもってこれがどれほどまでに増やしておるのかと申しますれば、去年の今頃の時期と比べまして今年は 287% アップなんだそうですね。いやこれはどてらいパーセンテージだ。ほいでこれがセブシティだけの話じゃなかないようですね。まあセントラルビサヤ全体で増やし中と。ほいで5月7日の時点で3177人がこれデング熱にかかりまして、そのうちの31人がすでに命を奪われたと。してしてこれが去年の2021年の1月から5月7日までの間ならば820人がデング熱にかかっておったようって、そのうちの4人が命を落としておったようですね。だもんでもんで、もんでだもんで、287% のアップになってしもったと。ほんでね、いっちゃん多いんが当然セブーシティのようで、その数がなんと708人にもなっておるようですね。ほいでそのうちの11人が亡くなってしもったと。ついでラプラプシティ444人で、6人が亡くなっておると。ほんでマンダウェイシティ214人で2人が亡くなっておると。その次がタリサイシティで177人で2人が亡くなっておると。さらには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 ボホールにおきましてもタグビラーランとタリボン、ウバイの町でもデング熱にかかったものが出ておるようですね。例えばタグビラーランシティならば74人、タリボン71人、ウバイ28人のようですね。さらにはネグロスオリエンタルのカンラオンシティでは29人も出ておったようですね。デングってね、ほら川が原因でしょう。したっけね、 DOH は南シャメに置かれましてもなまら気をつけて使わさいとそう言うておりますよね。ほんでね、セブー好きの南シャマに置かれましても、朗報でございまするよ。にゃんと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 。セブーパシフィックでやんすけどね、ついにセブーからのインターナショナルフライトを再開させると、そのようなアナウンスメントをしておりますね。だだだだだだだ。だがしかーし。まだね、ジャパンはこの候補の中には入っておりませんね。まあどこが入っておるのかと申しますれば、まずは韓国のソウルですね。7月3日から週に2回、
セブ、ソウルのね、フライトをこれバチコーンでこれ飛ばしていくと、まあそういう寸法のようですね。したっけ。とりあえず今のところは韓国のソウルだけということみたいですね。これね、もっとね、日本人の観光客がこれ増えれば、日本もね、これ入ってくるでしょうね。まあフィリピンに入って期中外国人旅行者の中で、いっちゃん多いんが確かアメリカ人。ついでカナダ人やったかな。本次が韓国人でやんすからね。まあ日本人は思ったよりも入ってきちょらんと、そういう寸法でありんですね。まあとは言いましても、僕んところにはなまら結構な数のジャパニーズからフィリピン市中よってな連絡は入ってはきちょるんでやんすけんどもね。まあほいで持ちましても、韓国人はこれもっとこれ多いんでごぜましょうね。まあフィリピンに住んでおる韓国人自体が多いでやんすからね。だもんでもんで、まあそこかしこにね、これフィリピンでサムギョプサル屋さんとか、これコリアンマートがありますよってにね。これね、これどないな田舎に行きましてもありますよってにね、したってこれ韓国人はええですね。フィリピンのどこにおってもね、韓国料理はいつでも食べられるし、コリアンマートで韓国の調味料やら何でも手に入りますよってにね。これね、ジャパニーズグロースリーはね、まんだまんだこれ少なかばってん荒川でございますれば、南社名におかれましてもそのあたり、どさんこ苦労をしちょるんや中でございましょうか。ほいでまたね、これセブーに話を戻しますれば、セブー空港でやんすけどね、セブーパシフィックは現在ターミナル2を使っておるようなんですね、セブー空港のね。ほいでもね、これも6月15日までになるようで、6月16日からはターミナル1になるようですね。これなぜかと申しますれば、台風オデットでターミナル1がね、ぶっ壊されておったんで、閉鎖をしまして直す必要があったようですね。だもんでもんで、2022年の1月16日からターミナル2へ移されておったようですね。さらには、最近ではね、マクタンセブー空港でもフライト数がもんげー増えてきておるようですからね。ほいでもちまして、現在のレベルというのが、パンデミック前の 52% あたりまで戻ってきておりまして、早漏も早漏のようですよ。これがね、2019年やとピークの時にはセブー空港を利用した人の数っていうのが1日に 25,743 人やったみたいですね。これ思ったより少ないですね。ピーク時で 25,000 人ちょっとしかいないんですね。僕もね、セブーへはこれ1回しか行ったことないんですけどね。空港ってそんなに小さいもんでしたっけ？もうちょっと覚えちょらんとですけどね。あれもね、2010年あたりのことでございましたからね。まあほいでもまあセブーパシフィックは6月16日からターミナル1に移ることになっちょるんでやんすけんどもね。で、他のエアラインありますでしょ。例えばフィリピンエアラインとかエアエイシャとかエアスウィフトとか、今挙げたエアラインは新たなアナウンスメントがあるまではターミナル2が継続されるようですね。だもんでもんで、もしかしたらターミナル2からターミナル1に移る可能性もすぐにあると、そういう了見のようですね。さらに飛行機関連のニュースで言いますとね、フィリピンエアラインですよ。まあ俗に言うパルですね。マニラからドゥマゲティへ向かうね、フライトがあったようなんですよ。してしてまあ時間通りにこれ飛び立ったパルの飛行機なんでやんすけんどもね、飛び立って10分後に飛行機の中がどてらいことになってしもうたんですよ。それがどないなどてらいことかと申しますれば、こちらをどうぞと。スモークまみれになったんですね。ほら、えらこっちゃでございましょう。だもんでね、この2分後にマニラ空港にまたこれ戻ったようですね。してして乗客の証言によりますれば、飛び立つ前に大きな強打するような音がしたと、そう申しておるようですね。で、その後にスモークまみれという料金やったようですね。ほいでその後のアナウンスメントによりますれば、この飛行機には技術的な問題があったと、そういうことのようですね。どういった技術的な問題なのかというところがなまら気になるところではございますれば、南の社はね、どう思いますか？ではここで喉を潤しますよと。くー、今日はね、100個多いルイボスティーですよ。
やっぱ暑い時は百個いもんがええですわね。いや最近はね、ほんまに雨がね多いんで、わりかしね、こう夜とか、まあ夜中とか朝方とかは涼しいんですね。まあほいでもね、まあ今のところはちょっと晴れ気味のなんか感じですね。まあで、暑いんでやんですね。ほいでね、まあちょっと前まではもうこれ以上になまら暑かったんですね。まあそれはもうどてらいほどに暑かったんですよ。で僕の場合やとね、こう暑さにはこれもともと強いんでやんですけどね。でも今ほら治療中でこれ抗がん剤も飲んでますさかいに体がねこれ弱っておるんですね。でこの日とかね、まあどげやきつかったんですよ。まあそんな話をばこの間ね、どっこいそばの漬けさんとしておったんですね。ほいでね、まあうちにはこれエアコンがないんですよ。なぜないのか、知らざいてギガゼやじょ。これね、治療費が今もね、毎週これ10万ぐらいかかるんですよ。さらにはまだね、もっかい僕ね、手術を受ける必要がありますよってにね、まだこれ100万以上かかるんですね。したっけ、ほら、エアコンを買う余裕もないと。南の島におかれましてもね、病気にはならん方がええですよ。まあ、最近ね、ほんで僕もほら、どさんここで太ってきておるでしょう。まあ、わがままボディってるでしょう。まあ、これもね、手術をしましたら、これ体重が激減しますよってにね、これドクターから体重は増やさんならんでって言われておりましたね。だもんでもんでね、これね、もう体がこれで重かばってんどすえですね。ほいでもってね、これどっこい磯村助さんの話に戻しましてね、エアコンが中やと生活はキスかでございましょう。不詳このどっこい磯村助がエドワードシャンのためにエアコンを買いましょうと相なったんですね。これはどてらぎ男でございましょう。そばのすけさんの話によりますれば、どっこい家ではだいたいそばのすけや困った人たちを助けるのじゃぞとね、父上のね、どっこいそばの嬢様よりボンクレ正月には必ず言いつけられておったようでやんですね。さらには万全な状態で江戸ニュースをお頼申しますとのことでしたね。いやこれありがてえもんですね。そばのすけさんはね、以前にもこれ上等なこれパナソニックのスロージューサーまでをもいただいておりますさかいにね、まあ、そのエアコンというのがちなみにこちら。ダイキンの 1.5 馬力のこれ上等なやつですね。まあフィリピンと言いましたらね、ほら壁にこの四角い穴開けてね、そこでバチコンって突っ込むのが多いでございましょう。そんなさなか上等なタイプのものをもらいましたよ。お蕎麦あっぱれあっぱれお蕎麦、蕎麦の助の前に蕎麦の助なし、蕎麦の助の後に蕎麦の助なしと。だだ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 だがしかーし、こっからが大変でしたね。何が大変かと申しますれば、これインストールする必要があるでしょう。これでまあ業者に頼んでこれやってもらうわけですよ、エアコンのインストールね。でまあそんなもんね、1時間ぐらいあれできるとまあ僕は思っておったんですよ。ほいでもね、そうは問屋がおろしませんと。にゃんと、エアコンのインストールにこれ3日間かかりましたね。3日間ですよ。こんなんあります？あるんです。ああ、フィリピン一周なぁ、なんて思うほかなかったですね。1日目にね、これ2時間ぐらいやって、まあ終わらんかったんですよ。ほいで、まあ明日出直して明日終わらさかに言うてね、その、まあ、帰っていったんですね。で、二日目になりまして、で、まあ、来まして、で、4時間ぐらいやるが、それ、決して終わらないと。で、3日目に3時間ぐらいやりまして、ようやく終わりましたね。だもんでもんで、もんでだもんで、合計でこれ10時間ぐらいかかりましたね。こんなんあります？あるんです。いやー、まさかあったんですね。まあ、フィリピンという国はこれ昔から言われておりますが、どんな分野におきましてもプロフェッショナルがいないと言われておるんですね。まあどっかで適当に習ったアマチュアがまたね、これ知らん人々にこれ教えてますからね。まあそれの連座でございますからね。まあ、ええもんがなかなかできないと。したっけね、これフィリピンで家なんか建てたり買ったりしたらこれデイジクオリティが低いでございましょう。まあ俗に言うフィリピンシチューンでありんすね。ほいでね、マカティにありまするアヤラミュージアムっちゅうのがまああるんでやんすけどね、そのアヤラミュージアムでは5月27日に無料で入れるようになるみたいですね。これどすねと。してして、これには先着で500人のみにはなるようでございますけどね。でもね、普段はエントランスフィーが350ペソみたいですからね。
ほいで皆さん、今週末の日曜日といえば何ですか？そう、栃木県で開催されまするマニーパッキャオチャリティーマラソンですね。して僕はね、その宣伝を頼まれておりますよってにね、無料参加がしたかという人は下にこれメールアドレスがありますんで、そちらからお頼申します。ほいでね、運営の方から連絡がありまして、本日マニーパッキャオ上院委員が日本入りをしたようでいますね。それがこちら。さあ、世界最強の男がついに日本入りを果たしたと。ほいで日曜日にはマニー自身もこれマラソンには走りますよってね、皆様におかれましても世界最強の男で走ってみるのはいかが。チャンネル登録、グッドボタンお頼申します。それでは本日も大団円でございましょう。